シのティラノスは、大型の基盤的なプロケラトサウルス科の恐竜の属であり、白亜紀後期の北、アメリカ及びアジアで化石が産出するティラノサウルス科の親戚である。白亜紀前期やプチアンにあたる中華、人民共和国領年賞級物同層から発見された部分的な頭骨を含む不完全な骨格標本から知られている。 ジロングといった原始的なティラノサウルスカとそう変わらない時代に生息していたが体格はティラノサウルスといった後のティラノサウルスカに近い当時のティラノサウルスカよりもはるかに大きく全長は9から10メートルに達したと推定され旧仏道層で最大の獣脚類である模式種は2009年に記載されたシのティラヌスカゾエンシス復元図 人との大きさ比較しのティラヌスのホロタイプ標本、KZV-001 は、頭骨の全部、3つの脊椎、不完全な腸骨、3本の繋がった指節骨及び、他の骨の断片を含むバラバラの断片的な骨格である。保存されている頭骨には前上顎骨と歯骨及び、上顎骨と尾骨の全部が含まれている。上顎骨の背側の縁は、異様にくぼんでおり、 ティラノサウルス科の突如となった構造とは異なる。尾光は大きく楕円型で、プロケラトサウルス科に分類されることを指示している。歯骨は徐々に上へ曲がって、正面の縁に達する。上顎骨には多数の歯が並んでおり、左右それぞれの小四状突起の数はほぼ均等で、これはティラノサウルス科と同様である。尾骨は十分には発見されていないが、死のティラヌスが、 他のプロケラトサウルス科と同様に鼻に高い突起を持っていたことが確実視されている。保存された3つの脊椎は高い神経棘を有する。保存された指伏骨は第2子であることがその比率から示唆されており、爪には両側面に深い溝が存在したことも指示されている。腸骨は主にモールドとして保存されており、左腸骨の外側のモールドは、 ほぼ完全なものとなっている。全肝骨薄突起は短く広く、巨大な地骨の突起が付随する。一方で、後肝骨薄突起は細長く、三角形の座骨突起が付随する。この腸骨の特徴により、ティラノサウルスのような進化したティラノサウルス科との識別が可能である。シノティラヌスは、基盤的なティラノサウルス上化では最大であり、 ティラノサウルス上下が白亜紀を通して、ディロングといった小型の基盤的形態から、ティラノサウルスといった発達した頂点捕食者に至るまで徐々に大型化の傾向を示したという推定を否定し、白亜紀の間に大型化が何度も異なる系統で起きていたことを示している。シノティラヌスの最初の記載では、その巨体ゆえに最初期のティラノサウルス化の可能性があるとされていたが、 後の分析によりティラノサウルス上下、プロケラトサウルス下に位置づけられた。ヒロボネウスの前方に存在する狭いくぼみが共通するため、その中でもジュラティラントとストケッソサウルスを含む分類群に属すると考えられている。ある2016年の分析では、ジュラティラントとストケッソサウルスはプロケラトサウルス下から除外され、死のティラヌスは プロケラトサウルス科の中でユーティラヌスの姉妹群であるとされた。以下は、ローウェンダの2013年の研究に基づくクラドグラム。ありがとうございます。